オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは、高橋明です。この架け橋という写真集は撮影を2回に分けておりまして、18歳の時に1回、19歳の時に1回という、内容の中でも物語がこう衣装が違ったり場所が違ったりヘアメイクが違ったりですごい変化をお見せできる一冊にもなってるんですけれども、ちゃんと期間も5ヶ月6ヶ月ぐらいですかね、約半年空いてまして、僕の表情だったりとか顔だったりとかっていうのがまたちょっとカットによって違ったりした写真集でございます。本当に僕のロングインタビューがあったりとかもして、僕の全てが詰まった一冊になってるのがこの架け橋でございますので、皆様ぜひ、お手に取ってみてください。以上、高橋明でした。ありがとうございました。